皆さん、こんにちは。陽一の部屋でございます。今日はですね、河野勝利さん、元自衛隊統合幕僚長をお招きしまして、はいろいろ話聞伺いたいと思います、はい。よろしくお願いします。河野さんというと、もう自衛隊のトップで長い間おられて、いろいろとこの安全保障についてのものすごいスペシャリストってことですけれど、この最近あの、日米間っていうので、はい、まあ対北朝鮮で安、うん、安保部書きっていうのが、うん、これ、で初の日本開催っていうのが、あ これだいぶ事情が変わってきたなっていう気もするんですけどね。 ちょっと、こう、これちょっと、あの、川野さん流に、あれですかね、はい、切って、切ってっていう形で解説していただきたいと思うんですけどね。はい、私がですね、統合幕僚長はですね、2014年から2019年までやってたんですけども、えー、で2018年の12月にですね、えー、ご承知の通り、あの、レーダー照射、ーー照射,ね、射撃管制レーダーを、我が P1 という照会機にです、ね。いや、ね、照射を <laughs> 韓国側が消せするという事案が起きたわけですよね。ええええ、まあ、それでも当時、まあ、東郷幕留士だったんですから、ええ、まあ、韓国側とは大喧嘩したわけですよ、でしょうね。ええ、で、まあ、結局、今回、これについては、なんて言いますか、韓国側もやったとは認めないということだけども、再発防止に努めるということなので、やっ,いやったということじゃないかと思うんですけど <laughs>、まあ、やってこなかったら再発防止もないそうで、ね、そういそうと思うんですよね。<laughs> なので、うん、まあ、それで、あの、やっぱりそれはもう前に進めましょうということですよね。で、私もですね、さ、2018年の、 時に、まあ、それを経験したわけけですけど、うん、私の気持ちも当時からまあ北朝鮮の脅威っていうのは非常に高くなってきてましたからね。うんうん、だから私はこの射撃管制レーダーのこの事案についてはもう早急に、うんうん 解決をしてお互いに早急に解決をしで我々としても韓国側ですね謝罪は求めなかったわけですよ原因究明と再発防止を求めたんですよねでそれでも早急に解決をして前に進まないとやっぱ北朝鮮にやっぱなんとか隙を見せることになるのでまあそれはそういうスタンスでやったんですが兄はからんや韓国側が非常にやなんかこちらが予想外しなかった対応をしてきたもんですからまあちょっとぐにゃぐにゃってなっちゃったわけですけどもまあですからそういうボトボト気持ちですのでまあ。 今回、木原防衛大臣の下でですね、まああれまあ一応、一応区切りをつけましょうと。それで日米間で今後協力してやっていきましょうということについては、私もともとそういうあの立場の考えでしたから、うん、それは、まあ、あの進めていってもらいたいなと。河野、うん、さんの時からも、再発防止と原因究明だ。原因究明って話にするとより近くなるんだけど、再発防止は一応それで、今回。はい まあ、ね、認めたんで。はいはい、だからもう、やったってうのは限界に言ってると思うんだっていうことですかね。謝罪は求めなかったわけですね。求めないです。当時から。から政権が変わったってこともあるんですか、これは。あ、それは大きいと思いますよ。やっぱり。あの、やっぱりですね、韓国という国は、 軍に対して人事を含めて大統領権限が非常に大きいですからね。えー、だからやっぱ韓国軍はやっぱ政権の意向に左右されるというのはそれはわかるんですよ、えー。でも今回はね、前の文政権はすごかったっていうことですか。ねその文政権っていうのはまあどちらかというと北朝日本よりも北朝鮮の方に寄った政権ですからね。文さんがそもそもね、統一って言って、ねえー、北にと一緒になるっていう人だったからね、日本よりかは。はい ですだからまあ ま、文政権の意向が大きかったんじゃないかと思いますけどね。文政権から、あの、ユン政権に変わったっていうので、ま、今回こういう、あの、エのデータ者の話も、当事者でおられた河野さんから見て、ま、まずまずって、あれでした。ま、これしかないだろうなって感じですね。謝罪もないけど、一応、再発防止だから、あったこと認めてるんだろうと。やっぱあれを解決しない限りも、一歩も前に進んじゃダメだなんて、それはね、やっぱちょっと大国を見誤ることになるので、ま、北朝鮮がいるからね。ここはこれでいいんじゃないかと。今回、ま、日米、 韓、ええ、ででそれで、まあ、韓国の国防大臣が日本に来られたわけですよね。ええ、これもおそらくあの事案から初めてだと思いますけども、ああまあ、ケアラ防衛大臣も何か訪韓の意向を示しておられますし、ええまあ、これからはそういったことで、緊密化していってもらいたいなと思いますね。やっぱり北、この日米韓の枠組みってやっぱ、まあ 北朝鮮ですよね。対北朝鮮ということに対する枠組みだと思いますから、うん、それはもう非常に大事ですよね。でしかも、今、ロシアが北朝鮮に、側につこうとしてますからね、ねそこもそういうまあ情勢変化も大きくありますから、日米間はやっぱり前に進めるべきだと思います。なるほどね。はい、その、なんていうんですかね、文政権の時ですよね、日韓はダメで、間に米を入れないと会話ができないとか、そういう話もあ、ね。ありました。ありました。はい、<laughs> 情報というか、ミサイル情報の交換に おいても当時はだから韓国と直接ではなくてやっぱアメリカを返してたんですよねだからまあそういう意味でちょっと手間がかかっていたわけですけども今は 韓国側とあそこは直接できるようになって,るなってますねこれやっぱり政権の変化、違,違いって結構あります大きいですよね。だって、あの、ムン政権の時はジーソミアという秘密の情報をお互い共有しましょうということについても破棄しようとしたわけですからね、ムン、うん、政権は。すごいですね。日,米日,日韓のね、日韓,ね日韓のやつを。で、それはさすがにそれはおかしいだろうってアメリカこがやっぱドンと圧力<え>かけたので、そこはちょっとあの中ぶらいな状況だったんですけども、うん、もうあのジーソミアは継続で、ユン政権 の場合は維持されていると思いますからね。まあ、そこは前に進むと思います。うん、まあ、だから、それぐらいで文政権の時、本当。不正常だったですね。ですから、文政権がちょっと。 はっきり言えばすごい左で、北朝鮮よりでしたからね。だ要はだからあれなんですよね。文政権は北朝鮮を脅威と見てなかったわけですよね、走るっ,って。そ方法でしょそう,そう。っ言って最終的に言うと、そうあのもう南北統一のもとで一緒にや宿っていうタイプのことですからね。ならば、うん、日本と協力しようが、する必要がねえっていう話。はい、まあ、それは当然なりますわね、それまあ、どっちを見るかって話ですかね。北朝鮮を脅威と、脅威でないと認識をするんであれば、はいはい、それはそういうことになりますよね。うん もそれはやっぱ現実を見てないです。<あ>なるほどね。今だから、どちらかというと、ユン政権のもとでは、韓国も北朝鮮と結構対峙するって形になってるわけですか。韓国もですね。だから今、ユン政権は割合はっきりともう、あの、対決っていうか、強い態度に出てますよね。うん、もう、韓国側がもうすぐ嫌がってた、北に対する放送。これも、 結構全面的にあの範囲を、地域を広げて、ダーってやってますしね。北朝鮮の方から変な汚物が帰ってきましたね。<laughs> でも来てもそれに対してまたやると,やるとや。やり返すというようなことでね。はい、なんかペットボトルの中に一度の札入れていろんなの入れて流してみたいですね。報道によれば、その韓国側から出す風船の中に韓国ドラマの US B な USB なんか入れて。入れて。えー、でそれをまあ中学生とかがまあちょっと拾って、で、見,見ましたと。 それでは今回なんか、中学生を集団処刑ですもんね。北朝鮮ではそれはダメなんですよね。はい、韓国が来たのは。でも、中学生ですよ<メ>そう。しかも公開処刑のような形だと聞いてますので、もう、そこまで金正恩政権がやるということは、もう、もうちょっと状況一致してますよね。それ、逆に言えばそれぐらい嫌なんですよね。うん、だから、もう、北朝鮮としては、朝鮮半島統一するイコール飲み込まれると。 今の北朝鮮の国民の動向を見るとね、うん、韓国が飲み込まれてしまうと、うん、まあそういう判断に立ったんじゃないかと思うんですよね。うん、ならば、もう統一なんかもう嫌だと。もうん、まあ,あれは別の国で敵対国だということにし,、うん、して、一切交流しないということになったんでしょうね。そうですね。はい。あれですね。でまあ、韓国もでも言う、触れ幅が大きいですね。前の政権と、今、文政権と有政権ですごい。 大北朝,、ね、朝鮮について変化がありますね。文、えーえー、政権は特に左で向こうに寄ってて、ね、統一してね、金、うん、さん大統領でいいって言ったぐらいの方,、うん、方らしいですからね。なんかすごいですね。でもそれに結構だから今は日米っというので、大北朝鮮で、ね、補調を合わせてるっていうふうな状況ですか。はい、あそうですね。ねはい これは非常に、バイデン大統領もね、キャンプデイビッドでね、うん、あの、首脳会談をされ、まあ、それが、それ以降非常に進んできた、来てますたね、日米間。うん、であの、これはまあ北朝鮮ですよね。うん、で、今フ、うん、フィリピン。フィリピンにもやってるね。日米フィリピンという枠組みも今動き出してますよね。はい、で、これも、まあ、ですから、まあ、簡単に言えばこれはやっぱり対北朝鮮に対する枠組みだと思うんですけど、 日米フィリピンとなったら、あれやっぱ南シナ海対策、対応だと思うんですよ。で、それで、まあ一部、それに反対する人たちは、南シナ海の争いに日本も巻き込まれるとこういうことを言ってるんですけども、で、これって今後ですね、中国の海、あの非常に無法な海洋進出を抑えるため、あるいは中国の脅威に対応するためには、南シナ海と東シナ海ってこれもう一体と見なくちゃいけないんですよね。 一体、別の海なんて考えられたらや、海なんてみんな繋がってるわけですから。なので、我々は今、尖閣を中心に東シナ海で主として対峙してるわけですよ。フィリピンは南シナ海で中国と対峙してるわけですね。で、それに対してアメリカは両方バックアップしてくれてると、まあ、こういうことですよね。なので、これ、東シナ海対応、南シナ海対応、連結してると考えて、 見ないと、やっぱり対中国戦領が誤ると。で、そういう意味では、日米、非の枠組みが今進んでるというのは、非常に喜ばしいことだなと思いますよね。うん、日米、タイってのはどうですか<た><湾>タイランドです。あ、台湾。台湾こういうのは可能性としてどのくらいあるんですか、うん、だから今、その台湾の場合は、その国としての扱いはしてませんよね。えー、で、一応、あの、日本は、 台湾は中国の一部だと中国側が言っていることについてはちゃんと理解してますよ立場ですよね、ま理解してるって意識してますよ、まあ、ということですよね。うん、なので、まあおそらく、あの日米台の枠組みというのは、あの、今後の台湾有事を考えるときに非常に重要になってくると思うんですが、うん、表だってそういう動きは今はちょっと政治的にはちょってことできないし、日本の政治家でそれをあの推進しようとして人もい,いし、ね。外務省もそれは絶対に、ね、<laughs> ないし。この間、なんだっけな。 海上保安庁が、台湾と一緒にね、やりましたね。ただですね、あれは非常に賢いやり方だと思うんですよね。あれはあの要するに人道目的ですから、救難、急難のですよね。海上保安庁ですからで、海上自衛隊じゃないですからって、まず言えますよね。言えます。救難ということは人道上のあれですから。しかしながら、その、連携プリーは、 連携プレた、ねえーえー、だこれですねまあちょっとおそらく政治的には嫌が,がるかもしれませんが、えー、日本と台湾の台湾の海軍、えー、で日本の海上自衛隊で、えーえー、救難訓練大、えー、砲を撃つとかミサイルを撃つとかっていう話じゃなくてうん、うん、捜索救難訓練のような訓練をし,し,たして名目はもうこれ人道支援<し>だって台湾と、えー、要するに日本列島とはこうやっぱ 共通する会議あるわけですよね。人道そう人道支援という形でやる手もあるんじゃないかなっでこれはですね、うん、ソ連時代でしたねソ連とのね交流のきっかけとしてこのやっぱ創作級なんかから始めたんですよ、はい、中国ともそうなんですよ韓国ともそうなんですよ。 交流のきっかけは、でも、創作救難から始まる。人命からね。そう。で、まあ、そのカバースとしていいわけですよね。うん、し,かしかしながら、創作救難訓練をやれば、うん、その、お互いの海軍同士で、コミュニケーションが取れる、うん、あるいは、艦隊運動の連携もできる、うん、とうとうね、いわゆるミリタリーオペレーションでも活躍、活用できるような、演連もできるわけですよね。うん、だから、からそれは私は、 あの、あり得るんじゃないかなと思うんです、ね。私もこの記事見たときにね、これ、海上保安庁って書いてあるけど、えー、こう、海上自衛隊と書き直したって別に、まあまあだからないあのステップバイステップというとで、まあ、最初は海上保安庁ということでやれば、<laughs> ねまあ、そんなに差し支えはないでしょってますね。うん、だから、これを延長していって、海上自衛隊が捜索救難を、訓練を、まあ、台湾海軍とやるということについても、うん 考えてもいいんではないかなと。まあ、ちょおそらく政治的にうんぬん言うさ、は、いるとは思いますけどね。何か言うけれど、うん、でも、これだから結構私、なんか、この何ていうんかな、人道っていうんでね、はいはい、知恵をね、はい、出してるかなと思ったんで。で、これは燃料や食料の補給作下げてやめですかそういったお互いね。うん あの、補給支援をし合うということの援礼もできるわけです。これってやっぱ実践になった時も、やっぱ生かされるわけですよって。で、これでも、海上自衛隊で向こうは台湾海軍とかっていうので、いやいや。戦争で全然ありません。ただ単に捜索救難、人道目的ですと、いうことを全面に出せば。いいんでしょうね。そうなます。で、台湾と日本は当然はその、重なる海峡を持ってるわけですから、こういう事態だって想定できるわけですよ。捜索救難の事態をですね。あったって別に不ないですよね。あ、全然不思議ですね。 だから、これはだからちょっと注目して日本にはでもあれですもんね、あの、古都台湾になるともちろんた佐とか結構ね。いるんですかこれでもあれですよね。さすがにこれやった時に中国の方が文句言ってきたんですね、すぐね。ですよね。まあでも、あ、そうは中国は想定、想定ないんで、受け流すとかいいんですか私、中国が文句言う政策っていいと思って正直言うと。反応しましたからね、すぐね。文句言ったところで想定ないといや、文句言ったってその人道とかね、救難の話だからいいでしょう、もうほう 面として使うのはね、うん、普通ですよね、うん、そういう,ふうにやっていけば日米たいで燃料補給食料補給で地海難救援でっていうのもあり得るかもしれない、うん。そうです考えてもいいんじゃないかと思います、うん、これもね日タイでやるんだった全部に米入れないと迫力ないですよねまあでも捜査救難訓練ですからね <laughs>、ええ、日台直接やってみると思いますけどねわ、ねはい、かりました、はい、次はでかなこの 次はですすごい話だったんで、ぜひこれは聞かない。ええ、これ、河野さんが登場記事で、アビルさんが言ってるのがあって、ええ、ちょっと本人に直接聞,聞,聞かないとまずいなと思って、私はちょっと伺いたかったんですけどね。これ、北朝鮮有事の可能性6割5分だったっていう、ええええ、これは2017年ですね。そう、ええええ、ですか 結構、際どかったんですかその時のエピソードっていうのを差しえない範囲です、ま、ですね。うん、表に出てる話としては、えー、2017年っていうのはトランプ大統領が就任した1年目なんですよね。えー、で、ここの時に、ま、非常にトランプ大統領は強い態度で出たわけですよ。うん、北朝鮮に対して。ね、で、えー、言葉でもね、えー、あの、チビンのロケットマンみたいな言い方をし、えーね、キム・ジョンウはあの、おい惚れ野郎みたいな言い方をしですね。で、あの、トランプ大統領は国連総会でですよ。もうこのまま行ったら、かつて見たことのない炎、 と、怒りを見るであろうで、このままいったら北朝鮮をデストロイするって言ったんですからね、国連総会で。っていうぐらい結構エスカレーションしたじですよ、2010年。だ,だ私は、なんか、税関生活、まあ、膨大を見ると46年間やってるんですけどまあ、非常にちょっと一番緊張を覚えた時期ではあったんですよね、うん、2017年っていうのが。で、で、実際北朝鮮は、 このと、この年には核実験もやってますし、ミサイルの発射もどんどんやってんですね。で、ガムを狙うとかね、うん、そんな挑発的なことも言ってやってたんですよ。で、相当テンション上がったんですよ。うんうん、で、それで私はここに書いてる通り、ちょっと民間のシンポジウムの、に参加してくれということで、あのたまたま2017年の7月に、<laughs> え、ワシントンを訪れてたんですよね。うんうん、そしたら急遽統合参謀本部議長だったダンホール大将からうん、うん、私がワシントンにいるということを聞きつけて、うん、ちょっと申し訳ないからちょっと至急来てくれないかと。うんうん、で、ペンタゴンにと。で、彼のオフィスですよね。で、まあ行ったわけですよ。まあそしたらまあ今、あなたも知ってる通りトランプ大統領は、 すべてのオプションが今定分にあるんだで、すべ、うん、てのオプションということは経済制裁もありますけども、再右翼としては軍事オプションっていうのがあるんですよね。うん、で、彼の言い方で私は覚えてるのは今、当然軍、軍ですからね。うん、で、軍事オプションの可能性が結構現実味を帯びてきたという言い方なんですよね。うん、で、今、こう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 だということを説明を受けて、うん、で、このことについて安倍総理にも報告してもらっていいっていうことだったんですよ。だから私も、あの、 書いて報告したんですね。うん、今、そういう状況、今、動きになってますということで。うん、で、それで、その時に、私が、か全くの私の肌感覚ですよ。うん、と、これはやっぱり少なくとも5割以上の確実で、朝鮮半島で先端が開かれる。 感じがしたわけですよ。うん、だから、だから、今これおかり込むってます要は、半分以上あるんじゃないか。で、これ5割以上と結構。うん、でも私の感覚としては、もう五分以上にちょっと危ないぞという感覚だった、うん、を受けたんですよね。で、まあ、そう、そういうことで、で、結果としては、まあ、私は、それで、 で、ジョン・ボルトンの回顧録が出てるんですけどね。うん、やっぱ彼の本を読んでも、もうあの2017年はやって戦争するせいだったという言い方してますし、うん、ボブ・ウッドワードの,あの本を見ても2017に非常に危なかった。やっぱ書いてあるんですよ。うん、で、やっぱ私の肌感覚はやっぱ合ってたなと。再認識したんですよね。アメリカ側の回顧録を読んでもそうだったので。だから、私がこれだけ、その、なんていうか、戦争に対して切迫感をちょっと感じたということは、当然ターゲットであるキム・ジョンを感じるわけですよね。だから私の解釈としては、 2018年の1月に彼は話し合いをしたいと言ったわけですよ。うん、アメリカとね。うん、これはやっぱ北朝鮮が降りてきたっていうことなんですよね。で、これは私はこのやっぱりその緊張感の結果、 北朝鮮が降りてきたと思うんですよ。で、その時に、うん、トランプ大統領が一気に乗っちゃったんですよね、米朝交渉に。うんうん、で、それでまあ最終的に決断しちゃったんですけどね。うん、まあ、あの時にちょっと申し通しするなりとか、うん、いろんなアプローチの仕方をして、北朝鮮をもっとじらすとかですね、いろいろと,と手をやれば、また違った結果になってきたんじゃないかな、というような感じはした。今、今ではちょっとしてるんですけどね、うん。なるほどね。あれですか、その当時、 私もこれ結構この当時覚えてるんですけどね。確かにそ,そういうふ雰囲気ありましたよね。ありました。これね。結果はそうじゃなかったんで、あれですけど、私もね、実はその当時本を書いてて、安倍さんからいろいろ言われてたから、うん、北朝鮮、北朝鮮のなんか話を、私珍しく書いたんですけどね。 あの、終焉の舞台裏ってるの<ー>書いて、ね、<ー>戦争確率高いって、えー、やっぱり同じだと、ね。そうですね。えー、それでですね、2017年とご記憶の、あ確か10月だと思うんですけど、えー、安倍総理解散されたんですよ。えー、であの時小池旋風が吹いてて、えー、あの、希望の塔が結構ね、勢いあったんですよね。えー、だから あれ結構自民党安倍政権としてはリスクのある解散だった、リスクの解散だったんですよね。で、私は当然そんな解散とか解散でないなんていうことに立ち入る立場ではないから、私はまあ旗で見てるだけなんですよね。で、あの時のね、安倍総理の、で、ただ北朝鮮の問題について安倍さんには、安倍総理にはもう報告してましたから、で、あの時ですね、ご記憶にあると思うんですね、あの、あの解散の第一の理由に挙げられたの安倍さんが、消費税の使い道を 変えるって言ったんです。これはやっぱ国民の判断は分かんないかんって。で、二番目が北朝鮮問題がやっぱりあるという言い方をされてたんですよね。でね私は、だからですが、こんなケースは安倍総理と全然全く、私は申し上げる立場にないし、はたから見てるだけですよ。私の直感としては、安倍総理はあれ、完全に北朝鮮解散だと思いました。消費税の使い道って取ってつけたいと話であって。<laughs> これは北朝鮮問題が切迫しているので、今やっとかないと、で、体制を整えると。 いうことですね。場合によっては戦時内閣になるかわかないわけですからね。だから私はそういう決断をされたんじゃないかなと私は当時思いましたね。そうですね、えー。だからまあ、あ<の>そういう意味では安倍さんって、うん、戦時リーダーにもなり得る指導者だったなと思うんですよね。うん、それだけの決断できるわけですからね。 そういうのをちょっと、この足をまあ披露したわけですね。ねこの安倍晋三総理の志を継承する集いの懇親会で。で、れそれを、安倍さんがそれを記事にした。懇親会で披露したっていうのは川野さんが言ったわけですね。だかこの集いがあって、その後懇親会あったんですけど、えー、それは限られたニーズだったんですけど、で、それでまあ私もちょっと話してくれっていうことだったので、まあ、このエピソードをまあ披露したと。まあ、それを聞いておられた安倍さんが記事にされた。これでも、その当時、あの、そばにいた人は結構、 感覚聞いてたと思うんですけどね。私、珍しくね、北朝鮮の本出してるんですよ。それでね、後で言われたのお前はあの、その有事が近いっ,つってっ外れただろうって言われるんだけど、あれ普通に聞いてたらそういう感じがしましたね、はいはい。現実にあの時はやっぱ厳しかったと思います。え、はい、<で>2017年。それはアメリカ側の出版部でもそう書かれてるんですそうですね。で、ボルトンなんかも抽選したんですから、うん。だから、多分正しいのは、 確かにそういう準備したら、まあ、キム・ジョンが降りてきたっていうのが多分正しくですそれで結果的には、そういう案内で、次の2018年の6月にね、はい、シンガポールの会談になったってことだと思うんですけどね。その2017年のうちに本を書くと、やっぱり有事が近いって書きますわね。普通に聞いてたら、はい。私もそういう感覚でした。ですよね。はいはい、いや、これはよかった。<laughs> どうもありがとうございました <laughs> とした。狙撃された後ですね。 あのもうそれこそあの女性のシークレットサービスの方も含めてですよーっともうトランプ大統領に追いかけたわけ、ねね、でもうあれなんか自分の身をもってあのトランプ大統領を守るという体制ですよね。ややっっぱぱここはやっぱり